そう。角は南やってきましたね。どうってすみません。降りるときとかちょっとドタバタしとったんで、乗り降り。もう、そのまま到着しましたけどね。まあ、流れとしては、結構、途中の人が多いのかな。まあ、京橋とか、あ、まあ、道具前とかね、こっちの方が行ってる人。あと、反対側の方に行くとは、バファローのユニフォーム着た人も多かった。今日、この後、あれかな。ドームで試合やるのかな。大阪ドームで。で、なんか、横包みと鶴見緑地で降りる人が多くて、で、なんか横包みで、駅員さんの交代とか、運転手さんの交代とかは全部決まってるんですね。って。なかなか面白い構造ですね。あ、でも、静岡鉄道とかでもあったか。どこだったっけ？途中の駅でやってましたよね。で、端っこが、いや、見えるかなー。あれ、ここは車止め標識がないのか、パーみたいね。ああ、ないパターンってあるんだな。電気が来てないっけ。いや、来てるよな。みんな走ってるよな。この使ってるのはあれですもんね。形式はあっちと同じ感じかな。先の敵とか、今だと鈴木線か、うん。まあ、とりあえずちょっと一回上を見てみましょう。なんかあるのかな。なんか、正直何もなさそうなんだよな。あ、変わってた。ついでに言うと、朝の4時から動いとるということは、当店睡眠時間もね、2時間もねえよっていうね、状態でね、朝の4時から動いてますからね、もう眠い。まだ昼の11時なんだ。今ね、夜の11時って言われたらおかしくなくらいの流れですからね。ひどっくり。わー、長えな、1日が。朝の4時から起きてると。緑地とかそっちの方に、隣ねとか、あっちの方にいろいろありそうなんやけど、正直、わざわざいてどうこうしようっていう記憶もわかん。大きい人よ、気力がわかん。というわけで、ひとまず、よし。やってきましたよ。これいいですね。来たところから全部こう入ってくる。角回ってなってますけど、これが角が南なんですね。出入り口が、こっちのがあれかな。あ、なんかこんな。デスポットもあるみたいだけど、一番出口から出た方が良さそうかな。向こう側になんか、どうなるみたいですけど。なるほど、こういういろんな、やってんだ。なるほどね。今ここね。問題、こっからなんだよな。もう、とりあえず、最初まで抜けるかな。もうやっぱ餌かな。天童はいいだろ。いいだろっていう気はしてる。うん。とりあえず、最初まで、時間を通すか。天童ちゃんは下げとかないといけないから。でも、最初まで出たら、なんとかの気はありますから、天童ちゃんは。うん。何回とか使う手もあるし、うん。何回と違って、潮さ、たまりがいつか分かると思うよ。近くここ。どうでしょう。さあ。ネタ話はこれくらいにして。
メリーの熱気をこっちなんですか。あ、エスカレーターもあるとよし。それはどう、やりこう言うんでしょうね、キャプってことすごいかな。ああ、うん。